まあプライベートとかも含めてちょっとこうお呼ばれしてくださる機会があったりして、その後滋賀の皆さんとは継続して前回の撮影からもお付き合いしていたんで何度か足を運んでいたんですね。ただまあいよいよ撮影だということで、また滋賀の方にねお邪魔していろいろ無茶をさせていただけるのかなと思ったりしてですね、やっぱりこう勝って知ったるチーム大友というか、もう滋賀の FC の方々とか皆さんも大友組だと思ってるんで、勝手にまあだから安心してね、また撮影に臨めるなというような感じでしたね。はい、まあね、でもやっぱりこれ書いてるじゃないですか、始まりも終わりもこの力って書いてる。やっぱね、始まりですよ、三井寺。本当にこう、るろうに剣心シリーズのこう映画のテイストとか、チームがどこを目指すのかとか、そういうものが一番最初に見つかった場所。まさにそのロケハンこうした時に、あの場所を見つけた時に、ああここだよなってビビッとこう来てですね、やっぱり三井寺かなと思いますね。はい、僕らの設定としては神谷道場に近い場所なんですよ。で、今回その江西のと謙信との出会いっていうのを、ものすごいこうドラマチックにねこう出会わせたいと思って、こういろんな場所を探したんだけど、三井寺のあそこで出会うとね、あのあと江西が結構謙信に近づいてきてるって感じするよね。いろんなとこからどん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 ちょっと江西が近づいてきて、謙信がその一晩戦って戻ろうとしたとこで、そこで江西って出会うっていうシチュエーションってね、結構いいなと思って、もうすぐにこう自分のテリトリーの中に入ってきてる江西のこう無言の圧力、神谷道場ももしかしたらターゲットかもしれないとか、なんか謙信がやっぱりこう過去の記憶、遠くの記憶に引きずり込まれながらね、なんかこう自分の身の回りの一番大切な仲間とか、そういう人間の場所っていうのがもしかしたらこう江西のターゲットになってるんじゃないかってことも含めて、なんとなくお客さんに感じてもらえるじゃないかなっていう感じで、あの場所を選んだ。僕にとってはそこはだから、本当に仁英から神谷薫ちゃんを謙信が作った場所であり、今回で言うとまたその運命の再会をね、時代を超えて2人が江西と謙信が運命の再会を果たす場所なんで、もうドラマチックゾーンですね、僕はそこはもう。はい、あー全部思い出深いね。これ日野城もそうだし、安楽リッツィンもそうだし、だから一個に決めらんないな彦根城はさ、結構 FC に無茶振りしてさ、アクション部にも無茶振りして、馬車にね、総次郎が飛び移るカットワンカットで撮りたいっつって、馬車こう改造して作って、総次郎がこう飛び乗った時にこうガッとこう掴まれるようなちょっと改造車を作って、何度もテストして、それであそこの、まあ、一本道はものすごい歩み道なかなかないんでね、あそこでやりたいって言って、ちょっといろいろこうお願い事をしてですね、無茶振りして、でもそれを実現可能にしてくれたんで、なんかその印象もあって、ものすごく彦根城周りいいですね、印象が。まあ、あと日野城市も、これも最初の三井寺と一緒で、こう、段差があるからさ、うちのやっぱアクションチームはその、こう、空間があれば全部使うから、でなるべくこう日立ちっていうよりも、なるべくこういろんな空間があった方が面白い。あそこも橋があって、細いこう橋をくぐり抜けてこっち開けて、で上にちょっとこう段差があって、まあアクションの撮影するには広い場所かというとそうではないんだけど、ちょうどいいんだよね。フレームに収めた時のこう変化の具合とか、あとはやっぱ城跡だしね、なんとなくこう強者どもが夢の跡じゃないっていうか、なんかそういうムードもやっぱりあるんですよね。城壁とか石垣とかがあったりすると、なんかそういうこう僕らがちょっと探していた以上の雰囲気をですね、ここは与えてくれて、青石と謙信の戦いの場所としては最適。そして翁が最後にこう死んでいく、それを見て謙信が東京に死しようともう一度決意を固めて東京に向かうっていう、まあ、シーンだったんで、ものすごく場所がこうものすごく良かったんでね、アイデアがたくさんそこから生まれたという気がしますね。まあ安楽リッツィンはもとより、やっぱり比叡山もやっぱりさ、撮影としてはいいですよね。なんか冷静が漂うというか、荘厳で、でも野性味あふれてて、
なんとなくこう神秘的でもあるし、あのなんかあんまり人をこう寄せ付けないようなムードがあるんで、いやこうクライマックスの戦いとかやっぱ清十郎みたいな人間が住んでるみたいな。清十郎の寄りっていうのも結構気合い入れて作ったからね、美術部あそこ。もともとあった小さな小屋を結構徹底的に飾り込んでね、福山さん演じる清十郎の家を本当に丁寧に作って、ロケ地で撮影できたんで、すごくいい空気がやっぱり流れるというか、空気感が撮影チーム入っていった瞬間にもう感じれるんでね、なんで僕がここを選んだのかっていうことをもうスタッフ全員がもう何も言わずに分かるっていう感じなんですよね。油火神社ね、これはあれですよ、本当にその一応謙信が騎兵隊に参加する、あのまさにその人斬り幕末をね、あの脅かす人斬り抜刀斎がここから生まれたっていう場所なんですよね。だからあの長州の高杉とね、あの桂が率いる騎兵隊がね、そこにこう一同集まって規制を上げて、そこでこれからのその倒幕のための武力訓練をしてるっていうところに謙信が来て、それでここから謙信のこうまあ言うと長州伐の中で人斬りとして使われていくわけだけど、その腕が立つゆえに謙信の葛藤の始まりはここからなわけですよね。まさにそれで言うとここの人斬り抜刀斎としてのスタートがなければ、まあ謙信は多分巴ともではないし、今回の方での江西とのこういうね因縁の戦いもないし、そういう意味で言うとここもものすごくこだわった場所で、桂とあの高杉がここにいて、あのここで何やってっていうようなことがもうあっという間にイメージが湧く場所だったんで、あのおかげさまでここもあのいい撮影ができましたね、はい、スタッフをたらふく食べさせてあげようと思って、まあ何度か訪ねて近江牛のにもやっぱりこううまくてね近江牛とか食べるのが楽しみで行ってるようなもんなんで、あのスタッフにもちょっと振る舞ってあげて、であとはまあ僕がそこの初雪食堂とかすごい好きだって知ってるから、あの撮影の下見の昼飯とかには必ずあそこ入ってたりする。あそこ行ってこうね、うん、あんまりカロリー取っちゃいけない卵丼とか食べてるかもしれない。あとカレーラーメンとか丼物とラーメンと両方食っちゃうんだよね、あそこ行くと。危険なんですよ。なんかああいう感じの食堂すごい好きですね、個人的に。そう、杉がすごかったな、ここ3月だから、2月3月こんなのしてましたね僕ね花粉完全ガード、花粉症の時期にのね、死にそうな時期のね、差し入れのサラダパンのね、油火神社もあるね。ではこういう差し入れいっぱいいただきましたよね。お餅焼いていただいて、まあ今日ちょっとね紹介できたもの以外にもいろいろいただいてるんです本当に。あ、これね、全然ね、あの正直言って絵作り全然苦労しないよ。あのロケーションいいから、このフレームで見てもこう今見ても分かるように現代物ないし、全然そういう意味では苦労せず思いっきり撮れるんだよね。やっぱそのこうなるべくね、あんまりそういう、 こう見切れ物とかをこう気にせずに撮れるコンディションがやっぱいいんだよね。ここもね、おかげさまですごい良かったんです。謙信の理解者であるお坊さんがいて、そこにこう謙信があの日記を預けてね、でまあ見ていただけば分かるようにね、この日記がそのファイナルでもそのビギニングでもやっぱりそこにこう巴の思いが詰まっている。でそれをこうどういうふうにその謙信がそれにどうこの日記にどういうふうに触れてきたかっていうのがこう物語2編の中で丁寧にそれが結局描かれていく物語なんですよね。そこにこう巴の思いみたいな深い思いみたいなものをこう継承していく、これまた日記がこうここから日記の物語がまた始まっていくんですよね。だからこれもすごくこだわった場所なんだけど、これももうね制作部がすごい場所見つけましたっつって、まあ下見てきて見てもう一発で、あの日吉大社ね、あのこの謙信と釈空のこうまさに酒場刀を渡す、これもまた謙信の始まりだからさ。それで言うとあの人斬り抜刀斎をもうやめて殺さずの近い酒場刀を渡すっていうシーンなんで、
これもまた新しい謙信の方スタートの聖地ですよ。八幡堀も謙信がだから東京に向かってくる時に船にのね下ってくる、これも聖地ですからね。謙信がこう下ってきて、眩しさにこうねこう目を細めながらふっとその傘を上げて見渡すと、こう穏やかな生活が訪れてるっていう新時代のっていうシーンの始まりなんでね、これもう本当に始まり、もう全部始まり、全部始まりと全部終わり。そうですね、あれですね、滋賀県ぜひ流浪犬の聖地なんでぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。いい季節なんじゃないですか、これから5月、夏もねいいですよ。やっぱりその湖があるからあれだし、あと秋も紅葉綺麗だし、四季つれづれでどうですか、こう流浪犬ツアーいかがでしょうか。ツアーコンダクターの大友でした。